マルクス・ベイリは、スウェーデンベルムランド県出身のサッカー選手。FC クラスのダール所属。スウェーデン代表である。ポジションはフォワード。フローニンゲン時代のベリ2003年に、イフック・ヨーテボリに加入し、2年間はユースチームに所属した。ヨーテボリでは、兄のヨナタン・ベルクとプレーした。2005年には UEFA インタートトカップ、2006年には UEFA カップでプレーした。2007年、17試合14得点の高い得点率であるスベンスカンの得点王に輝いた。国内カップ戦でも3試合4得点を挙げた。彼は、この年に19得点した。2007年8月10日、ルイス・アルベルト・スアレスの代役を探していたオランダの FC フローニンゲンに250万ユーロの移籍金で移籍した。2007から08シーズンは15得点、2008から09シーズンは17得点を記録し、いずれも得点ランキング上位に名を連ねた。2009年7月、移籍金1000万ユーロの5年契約で、ハンブルガー ASV へ移籍。8月15日、ボルシア・ドルトムント戦でムラデン・ペトリッチに代わって途中出場しデビューを飾った。3分後の72分には初得点を記録した。FW パオロ・ゲレーロや FW ムラデン・ペトリッチが負傷したため10月には本職のフォワードがベリただ一人になる事態になったが同月のシャルケ04戦で2得点した他は期待に応えることができなかった。2010年1月にルート・ファン・ニステルローイが加入すると出場機会が減り、30試合出場4得点でシーズンを終えた。2010年7月、GK アンドレアス・イサクソンと FW オラ・トイボネン、この2人のスウェーデン人選手が在籍する PSV、アイントホーフェンにレンタル移籍した。2008年からスウェーデン代表に招集されている。2009年6月10日、ワールドカップ予選のマルタ戦で初得点した。2009年に地元スウェーデンで開催された UEFA U-21 欧州選手権では7得点を挙げてアディダスゴールデンブーツ賞を獲得した。初戦のベラルーシ戦でハットトリックを達成するとセルビア戦とイングランド戦でそれぞれ2得点した。7得点は大会新記録であり、2位のロベルト・アクアフレスカに4点差をつける独走だった。この活躍が認められ、12月には2009年の UEFA チームオブザイヤーの候補60名に選ばれた。2018年5月3日、現在イフックヨーテボリ・パナシナイコス FC。ありがとうございます。